まあ、あの時のメンバーがね、また集まって何かできればいいかなと。あれから10年経ちますが、今になってみてあの日ってどんな風に残ってますか？あの日、うん、あの一日、いや、ワクワクしてたのはあるかな、うん、まああれを、まあ、夢見てじゃないけど、うん、想像しながら入団したからね。しかもなんか、まあ、運命ではないけど、まあ、アルビの運命なのかなっていうのが、まあ、ビッグスワンでね、はいはい、やっぱり決まる、決められるっていうのが、まあ、運命というか、うん、長嶋と平来たから大丈夫だっていう雰囲気は当然感じてやってたシーズンかなと思います。まあそういう期待も当然感じながら、ただ自分一人でやるんじゃないというふうに仲間も持ってってくれたしね、それは非常に助かった。何を考えながらこうセレモニーまあ、本当良かったなっていうふうに良かったなって、あとから新潟最高があったじゃないですか。まあね、うん、まあそれは言わなきゃダメでしょ。言わなきゃダメでしょ。いや本当最高だと思いました。新潟のサポーターってどこがこう違うんでしょうかね。なんだろうね、乗せ方が上手いんじゃない。乗せ方が上手い。まあ、その最後の23日だけじゃなくて、ね、まあ、もちろんね、ああやって歴史の扉を開けたのはまあ僕らだったと思うけど、まあ、その前の苦しさがね、非常にあったんだと、そういう歴史の積み重ねだと思うし、逆にあれからね、まあ、落ちてないからね、そうなんです、まあ、それはまさしくアルビの粘り強さがね、ずっと受け継がれたりっていうところだよね。まあ、今なんかも、まあ、当然僕なんかも、アルビの戦いとか見るけども、ね、監督が変わろうが、まあ、選手もだいぶ変わろうが、その根本的な部分は変わってないんだなっていうのは嬉しいよね。